皆さんこんばんは、時刻は、7月6日、夜、11時27分になっております。今夜はバジンガ第6回の後半戦でございます。先ほどやったグランドマスターの録画が実は残ってないかもしれないということにちょっと若干ヒヤヒヤしつつ、お送りしたいと思います。先ほどのあれですね、今枠さんはね、コーヒー入れてますので僕がつなぎますねということで、詳細ストリームですけどね、たくさん放送されるんですけども、なぜか宮さんの監督作品が少ない不思議。そうですね、確かにそれぞれの作品がだいたい2年に1回とかかな。なんか猫の恩返しあたりはもうなんか毎年見てるような気はするんですけどもね、どうなんでしょう。本当もう最近は一番最近かかったのって何だろう、わかんない。夏の風船、でも、やっぱりね、こう、ジブリ作品っていうのはね、こう、一回劇場でかかった後にもう劇場終わっちゃうと、もうあとは DVD で出すかテレビで出すかしかしないので、やっぱりこうね、ジブリ作品はやっぱ劇場でやっぱ見とく方がいいなというのが僕の考えではあります。で、さらにそれを言うと、まあその、テレビでしかやんないから、その少年少女向けのジブナイル作品であるとかっていうのは、やっぱ毎年毎年作られる必要があると。そういった意味では、その、去年のマーティン・スコセッシの、ヒューゴと不思議の発明家とかは、やっぱりそういった意味での、なんていうか役割があったんじゃないかというふうに思いますけどね。コーヒー入りましたか？今入れてる最中です。今入れてると。はいはい。いや、まあ、とりあえず。あ、落ちちゃった。あ、ごめん。まあ、とりあえず、新田野さん、あれなの、はいはい、宮崎作品だとどんなの好きなの？そうね。いや、宮崎作品だとどんなの好きなのかな。ああ、僕は、そうな、紅の豚かな、やっぱりな、個人的には。あ、そうなんだ。まあ、まあ、本人は嫌ってるらしいですけど、やっぱりこう、本当に、宮崎駿本人のロマン、チシズムがもう全開というか。ねえ。ああ、そうだね。あるし。で、ジブリ作品まで増やすと、やっぱり、皆さんブーブー、ブーブーブー言うけど、やっぱ平成たぬき合戦ポンポコとかはね、どっちかっていうと、やっぱ高畑勲派なんだよね、僕ね、個人的にはね。思い出ポロポロと、やっぱ平成たぬき合戦ポンポコは、個人的には好きで、で、今回の風立ちぬも、その、本当は、高畑勲作品と同時上映のはずだったんですよね。かぐや姫の物語っていうのと同時上映だったんですけども、まあ、制作が遅れて、これだけ後で、単発公開になったという。でも、値段は同じ。1800円取るよ。だから鈴木敏夫がやっぱこれは儲かるで。日本分野で。これいけるで。っていう。ね、まあ、もともとあれだよね。隣のトトロと、ホタルの墓は2本同時に上映されてたもんですからね。で、高畑勲が、こう、尺が、もともと1時間2本ぐらいのやつやろうと思ったら、本当に90分ぐらいのを作っちゃったんで、トトロもやっぱりそれだけ長くなったっていう事情があったらしいですよね。というわけで、後半は、ことの葉の庭を扱いたいと思います。まあ、とりあえず、フィルモグラフィーから紹介しちゃいましょう、ざっと。ね、コーヒー入れてるしね、あ、おさんがね。なんか、コーヒー入れとってください。サイムさんから質問で、その奥ゆかしい T シャツは手作りですかっていう。バジンガ。バジンガ T シャツ。バジンガ T シャツはこれ、バジンガっていう、このタイトル、今後の番組のタイトルにもなってますけれども、バジンガっていうのは、こう、アメリカのコメディドラマ、シットコムの、ビッグバンセオリーっていう、ドラマの、中の登場人物が言ってるセリフなんですよね。意味は、まあ、なんていうのか、ざまあ見ろとか、そういう感じの、なんか、意味らしいんですけど、まあ、それのオフィシャルの T シャツです。だから、アメリカからね、輸入してきたんですよ、この T シャツ。アマゾンとかだと DVD とか CD はアメリカのアマゾンから買えますけども、服がね、買えないんですよ。直接は、日本からは。なので、この T シャツを、バジンガ T シャツということで、ね、これ、
外で着れないよなっていう、ここ以外にどこで着るんだっていう、なんですけども、あのね、縫製はね、意外としっかりしててね、うん、やっぱ3000円ぐらいするんですけど、ま、それなりに、あの縫製がいいので、あの、着心地はいいっていうね、なかなかね、あの、ビッグバンセオリーとかは、ね、Hulu っていうあの動画配信サービスがありますけど、あれで、あの、見れますんで、あの、僕は、あの、大変楽しく見ています。この本当に、あの、シットコムなんで、スタジオの中にお客さん入れて撮るコメディドラマなんで、まあ、本当にワンセンテンスごとがお笑いになってるという。まあ、近いのはあれかな、うん。8時だよ、全員集合とか多分近いのかな。あれもお客さんを入れて撮るスタイルですけどね。あ、コーヒー入れ終わりました。はいはい。というわけで、この話、監督がね、新海、誠さん、1973年、長野県生まれで、今40歳と、ということで。でね、まあ、その、割とその、なんちゅうかな、若手、の方にっていう感じになるのかな。その、今、主に、アニメーション映画作品を作ってこう世に出す人々から言うとやっぱり 一段階ぐらい若い世代なんですかね、これは。うん、まだコーヒーが、コーヒーまだ入ってる。いや、もう大丈夫ですよ。で、一応その、まあ、同世代のそのアニメーションの作家人というと山本豊さんであるとか、うんうん、これが、あと今石博之。さんと継承略で言うからもう3とかつけないけど、まあ、あと細田守が45歳。あと神山健二47歳っていうのも、まあこれちょっと10上ぐらいになるけど、やっぱ背景美術出身の演出家なので、ね、あと10個上になると、庵野秀明53歳、原敬一54歳。で、20上になると、押井守で61歳、で、大友克洋が59歳。で、30上で、宮崎駿が72歳。で、林太郎71歳。で、高畑勲が77歳っていう。はい、あと、ね、で、あの、やっぱり比較的僕らとかなり年が近いと。うん。いうことで、まあその、いわゆるその、ビビビン、そのね、その、30上とかの作ってきたアニメーションを、直接そういった思春期の頃に見てるっていう。うん、なんで、まあ、1984年の、風の谷のナウシカの時に11歳で、で、あとうるせえ奴らのビューティフルドリーマンの同じ年ですね。あと、ラピュタが86年で13歳。アキラが88年で、15歳の時とか。あと、王立宇宙軍とか、14歳の時で、パトレイバーの1が16歳の時ね。で、パト2が20歳。で、まあ、うん、まあ、高画機動隊とか、テレビ版のエヴァンゲリオンになると、もう、22歳ぐらいになって大学行ってるという、うん、ような感じらしいんですけど、もともとあれなんですよね、あの、ゲーム会社にお勤めになってた方なんですよね。うん、日本ファル、中央大学の文学部に行った時から、こう、アルバイトで日本ファルコムっていう、パソコン向けの RPG を作ってる会社ってことでいいんですかね。うんうん、かな、まあ、イースだとか、うん、英雄伝説だとか。なんかそういう印象はあるかな。で、まあ、その、そこの中で、まあ、グラフィックのデザインであったりとか、ゲームのオープニングムービーとかをこう作ってたと。で、まあ、その時に、こう、まあ、ふと自主制作でアニメーションを作り始めるということですね。で、まあ、ここに出てるか、1998年、遠い世界。で、これが1分半ぐらいなんですよ。で、モノクロ作品。ね。で、2000年に、彼女と彼女の猫。で、2002年に、星の声で、一般的にはやっぱ星の声でやっぱり名が世に出てきたっていう感じですかね。で、2004年に、商業デビューという形で、長編作品、雲の向こう、約束の場所。で、2007年に短編集であるこの秒速5センチメートル。これもやはり、新海誠作品を語るにはやっぱりこう、大きくの、ね、の、ある作品。で、2011年に星を追う子供。で、今年2013年に琴の葉の庭という形なんですけど、僕はね、正直言いまして、琴の葉の庭を見るのが新海誠作品では一番初めなんですよね。これが。
今までちょっとね、こう避けてた部分がありまして、なんかどうも多分にちょっとしたら苦手かもしれないとずっと思ってて、避け続けてきたんですけども、小枠さんはこの新海誠作品っていう、とか新海誠との出会いっていうのはどういう感じなんですか？ね、僕はですね、星の声が、はい、その2002年だったかな、その下北沢のトリウッドっていう、短編映画専門の映画館あるんですけども、そこで公開したんですね。それで、なんていうか、まあ、その年にはね、大学だったんだけど、入ってたんだけども、はい、そこの授業はちょっとサボって星の声見に行ったって言うんですよ。で、その時にその星の声を上映するときに、その新海誠自身の舞台挨拶と、はい、あとその場で星の声の DVD を発売して、で、そこにサインを入れるっていう、そういうイベントがあったんです。はい、で、そこのところで、星の声の DVD、星の声の上映も見て、彼女と彼女の猫を見て、で、DVD も買ったっていう、それが最初の出会いですね。なるほど、なるほど。ですね。で、その後、新海誠作品というのはタイムリーにこう、追っていったっていう感じなんですね。ちょっとコメント欄に、はいはい、今日もしかすると出るかもって言ってた、いろいろなんか切なさに一過言のあるそのスケアさん、はい、ファルコム時代も動画を作ってたっていう、でオープニングムービーとかっていう、ね、であとやっぱり実り作品そうね、アダルトゲームブランド、みのりの、オープニングムービー、ね、で、ことの葉の庭は違いますけど、それまでにずっと音楽を担当した天文っていう方がいて、まあ、それはその方はみのりの所属ですよね、確か。今辞めてはるかどうか知りませんけれども。もともと日本ファルコムにもいた人なのかな、確か。天文。うん。ね。ちょっとね、本来はちょっと今回ゲストとしてお呼びしようとしていたんですけれども、ちょっとお仕事が入ってしまったらしいので、うん、でちょっとね、非常にアナログな方法を使ってこうね、収録をしておりますので、ね、なかなかね、こう、ちょっとリハーサルをしないとちょっと怖いなということで、はい、ぜひとも、またなんか、ご興味ある作品がありましたら、ぜひとも、お越しになってください。うん、ね、はい。そうね。で、まあ、ある種、アニメーションの、作品の中で、非常に特殊な、作品を、ずっと作り続けてるという。まあ、媒体がそもそもテレビアニメーションじゃないっていう。で、劇場用も作ってますけども、まあ、星の声に関しては20分くらいだし、秒速5センチも1時間程度ありますけども、20分程度の作品が3本っていう。うん、でこう短い作品を作る。で、やっぱりある種少数精鋭で作るっていう部分ですね。特に、まあ、うん、星の声とか、それ以前に関してはもう全部一人でやると。星の声の頃って確か一人で作ってなかった。こうね、8ヶ月間ぐらいこう家にこもって、うん、ペンタブレットでずっと書いてたという、ね、ことらしいですけどね。うん。で、その後に長編を作るけど、さすがにここになると、まあ、人数がかなりいっぱいいるので、って言って逆にまた反動で、やっぱりこの少ない人数で作れるタイプの作品をこう、作ってみたりとか、ね。で、今回のことの葉もやっぱり尺的には46分って言って、まあ、普通の劇場用の作品からすると、まあ、半分以下に近い、特に今、ハリウッド大作になってくると、今の時2時間半超えが当たり前になってきてるので、うん、そういった意味では非常に短い作品なんだけれども、もう、今回当たってるらしいじゃないですか、ことの方には。確か動員が10万人突破をして、新海作品としては最大のヒットという形になってらっしゃるので、まあ、皆さん、足しげく通ってるそうです、ね。まあ今までのがその公開のその、まあ特に、まあ単館系が多かったんだけど、今回は非常に、それに比べると非常に大きい
まあ、東方シネマとかでやるから、うん、まあ、その部分もあるのかな。あとは、やっぱこうね、梅雨を、季節の題材、なんか雨をこうね、題材にしてるので、やっぱ梅雨の季節という意味においては非常にね、親和性が、ね、いまだ、とはいえね、公開始まった頃は梅雨入り宣言が出たけど、全く雨が降らないって時期だったけどね。ああ、そうだね。ね、あれは絶対多分10月ぐらいにあれ間違ってましたって多分気象庁言うと思うんだけど、あれ早かったなっていう。うん。あれなんか先月やったセイントお兄さんとかは、あれ春にクリスマスの話やってたけども、はいはい、今回も劇場公開のタイミングがバッチリあったよね。むしろここ以外にないっていう。うん。そうだね。あとその同時上映が、誰かの眼差しっていうのがついてて、これが、野村不動産が、スポンサーについて、まあ、まあ、野村不動産のプロモーションビデオに近いような感じ。うんうん、で、まあ、ある種その、なんだろうね、この、先祖返りというか、まあ、彼女と彼女の猫のアップデート版というか、まあ、猫が喋る。猫目線の。うん、なんかそんな感じ。うんうんうん。でも、そうね、まあ、今回は、この、ま、なんだろうね、常にこう、なんだろうな、ま、まあ、恋とは言わないけど、まあ、なんだでしょう、常に甘酸っぱいっていうものを、こう、甘酢を追い求める作風っていうのかな。うん、それがこう一貫してこう、確か柴野さん一番好きな深海作品ってなんか雲の向こう約束の場所だったっけ。一応今回まあこれをやるということで全部みんな、うん、DVD 借りてきて見たんですけど、そうね、その琴ノ葉の庭見る前だったのであれなんですけど、まあ琴ノ葉の庭除けば個人的には雲の向こうが、そうね、やっぱこう自分まあいろんなものがやっぱこうね、詰まってるなっていうのはね。ああ。なかなか。まあ、ただ、まあまあまあ、条件付きでという感じですけど、まあ、ね、うん、僕は、そうね、雲の向こうかな、うん、そうだな。うん。うん。枠さんはどうですか？ああ。フィルモグラフィーで言えば。まあ、琴ノ葉、琴ノ葉抜かしましょうよ。抜かして。過去作品。琴ノ葉ね、ちょっと、やっぱ秒速5センチメートルが一番良かったかな。うん。あ、それはなんか一つ頭抜けてるなっていう感じでしたね。うん、でやっぱこう、ね、常にやっぱりね、なんかこう、なんだね、思春期の方々がこう、の抱える葛藤であったり、悩みだったりっていうものをこう、アニメーションでやるというね。うん。なんかその星の声とかを、うん、を見たときに最初にこれエヴァっぽくないみたいな印象がすごく強かったんですよ。はいはい。やっと雲のもこう約束の場所とかを見てるとなんていうのかな、うーん、あ、ごめん、ちょっとあの世界系とかって話になるとちょっと面倒になるからそこはできるだけ避けるけれども、はいはい、ちょっとその撮り方がエヴァっぽいなっていう感じするんです。あ、その、うん、なんていうのそのカットの仕方とか、はいはいはい、あとなんか、なんていうのかな、主人公の男の子のなれなれ具合とか、してるね、これがちょっとエヴァっぽいなっていう印象があって、なんかその雲の向こう約束の場所までは、そのエヴァの影響からちょっと一歩抜けきれてないなっていう印象があって、実はなんかこれはこれで映像美はすごく面白いんだけども、そんなに新海誠の印象って良くなかったんですね。うんうん、でそしたらその秒速5センチメートルになってから、もうなんかエヴァっぽい話とかっていうのが全然ないっていうか、ちょこれ秒速5センチメートルって、まあ、今まであったの、ね、現在の話じゃないですか。それまでだったら星の声にしろ、ね、もの。ある種のその SF 的なガジェットをこう導入して、うん、まあ星の声もその、異性化の話だし。場所もその S、うん。まあ、雲の向こうも、うん、その舞台立てがね、こう、そう塔があってっていう、北海道に塔が建っててっていう、うん、
ことだから。うんうん、そうで、まあ、それかで、まあ、なんか秒速5センチメートルになったら、あの、なんか3本仕立てで、なんか1本目は初恋の話みたいになって、2本目は種子島の、なんか淡い、なんか淡い恋の話みたいな。で、3本目はもう、みたいな感じになって、それなんか3本構成で、あの、なんていうか、初恋と、あの、自分自身じゃなくて、なんか相手側の方の失恋と、で、最後は自分自身の失恋みたいな、なんかそういう3部構成になって、あ、これはなんか本当、エヴァの影響みたいなのが抜けて、新海誠っていう映画監督の作品になってるなっていう感じがして、すごく印象良かったんですね。じゃあ、その後の星を追う子供はどうですか？あ、いやね、それがね、ちょっとまだ、実は見てないんですよ。ご覧になってない。うん。あの、新海誠がジブリっぽい作品を作ったっていう印象だ、話だけ聞いてて、これ絶対合わないだろうと思ってて、で、劇場公開の時はちょっと見てないんですよ、ね。はいはいはい。ちょっとレンタルビデオを借りようかなって考えてるけど、逆に柴野さんは星を追う子供は見たんでしたっけ？そうですね。で、やっぱり。どんな感じでした？その、まあ、ジブリものっていうか、まあ、その、ある種のその、ジュブナイルものであるっていうのを、こう、かなり、まあ、しかもその、そういった意味でフィルモグラフィーっていうか、この、重要だとは思うのは、その、ある種のジブリ的作品って言ったじゃないですか、さっき。なんだけど、そういった類のジブリ作品って、実は要は、ラピュタ以降、基本的にはやっぱやってないじゃないですか。それ以降は。まあ、そうだね。うん。なんで、そういった意味では、その、ある種、今、2011年にこの星を追う子供を出すっていうのは、まあ、ある種の意義深い。だって、まあ、ジブリの作品って基本的にさ、あの、一番初めに言ったけど、劇場公開終わったら、あとはテレビでしかやらないからさ。劇場で、ジブナイルのアニメがちゃんとかかるっていう意味においては、あの、いいんじゃないのっていう感じであると思うんだよね。うん。まあ、ある種そのキャラクターデザインとかもこう、まあ、言うたらまあ寄せてるわけですよね。かなりこう、ジブリっぽくというか、まあ、ジブナイル作品よりにこう、ガッと、キャラクターデザインからもかなりガラッと全部変わってっていう。うん。ああ、なるほど。で、2011年やって、で、今年にことの葉をやるというような感じなので、まあ、毎回毎回やっぱりこう。柴野さん、ことの葉ですか？うん。うん。あ、それなんか、ことの葉の庭の感想、どんな感じでした？ことの葉はね、やっぱり、なんていうのかな、今までずっとこう、今までずっとじゃねえや、こう、今回こうやって、一気にこう見直してみて、なんていうかね、ずっとやっぱ本人が、まあ、監督もやるし、脚本書くし、まあ、背景美術も書くし、撮影やるしっていう。で、編集もやってるんですよね。ずっと。で、まあ、星の子供に関しては、本人がセカンドクレジットで、メインでやっては別の人がいるんだけど、あんま個人的には編集がうまくないなとずっと思ってたんだよね、この過去をずっと見てて。で、それが抜けて、あ、編集上手くなってるって思った。すごい見やすいと思った。やっぱね、やっぱさっき2000雲の向こうが一応この中ではって言ったけど、それでもやっぱ編集に関してやっぱ不満点は残るんですよね。そうだね。やっぱり、それとかもやっぱりこのタイミングでこう切るのかっていうのがどうもちょっと合わなくて、秒速とかも、あとワンテンポ早く切るか、もうちょっと遅く切るかだろうとか、そういう感じなんだけど、それとかその、秒速5センチメートルのその真ん中の種子島のところでさ、ロケットがバーってこう打ち上がるシーンがあるじゃないですか。で、二人はこの、その打ち上がってる様をこう見てるっていうシーンがあるけど、途中でいきなり、ロケットの寄りの絵になるんだよね。寄る必要はないだろうと思ってさ、だって別に、その二人が見てるんだから、その煙がどうやって動くのかを別に見せれば僕はいいと思うんだけど、いきなりその、なんていうか、ニュース映像みたいにガッて寄るからさ、そこ別に寄りの絵いらんだろうっていう
ただ、その画面の情報量自体が煙がたなびくところで変わり続けてるから、引き抜いても全然成立するんだよね、あそこは。うん。なかなかね、だから誰目線よ、これって思ってさ。ああ、そういうことか。別に彼らが別に双眼鏡とか持ってるわけじゃないからね。別にこの、ただ単にこう、バーってこう打ち上がってる様をこう、見せていった方が綺麗だと思った。さあね、やっぱ、うん。あと、星の子供とかは、やっぱりこう、なんていうか、あれ、もう一回来るのかみたいな、その下り全部いらないんじゃないのかなみたいな、そういうのが、あったりとかあるので、そういった意味では、すごく、この、見やすく、すごい見やすくなってるから、やっぱ腕上がってる、うん、編集の腕上がってると思って。ああ、はい。これは一番、だから、最終的にそのね、我々の見る形になっていく、の最終段階だからね、編集っていうのがさ。うんうんうん、まあ、アニメーションだとその後に音を入れたりするけど、声とかね。うん、うん。って意味で、ああ、うまいうまいと思った。うん。うん、これはストーリーとかどんな感じですか？ストーリーなぁ。そうなぁ、ストーリーどうなんだろうなぁ。ね、この、でやっぱりストーリーってやっぱ描写だね、やっぱり。雨の描写だったりとか、光の加減だったりとか、それとか、カメラがこう動いていく、カメラ自体がこう移動していく中で、物がどう移り変わっていくのかっていうところが、やっぱり、その今までの作品っていうか、その今までの深海作品だけじゃなくて、そのアニメーション作品の中でもかなり異質な見せ方になってるっていう。感じは、そこがやっぱりその描写を見てるだけで楽しいっていうさ。うん。うん、で、それってやっぱアニメーションってすごい重要だとね、僕は思うので。やっぱストーリーよりやっぱこの描写の、やっぱり、なんだろうな、アップデートっていう。特にやっぱ雨表現だったりとかっていうね。なんか、スケアさんからコメントで、ロングとアップの切り替えがあまりうまくないし、視聴者側にちょっとどうですか、このロングカット切なくないですかみたいな。いやね、やっぱこれはスキヤさんが語った方がね、すごいっていうのはあるかな。それはちょっとあるね。なんか今からでもスカイプつなげないのかな。僕からはつなげないんですよ、これは。どうなんだ。ちょっとできるかな。てか、一応聞いてよっか。昨日、スキヤさん、今から入れる？どうなんだろうね。もし入れそうだったら、ちょっとコメントください。ちょっと、この配信の話の技術の話なんだけど、ね、スカイプは、複数の人間が同時に会話できる機能はあるんだけど、それが、僕、今、この iPad で、こう、音を出してるんですね。こういう感じで。こういう感じでね。出してるんですけど、これ、そのスマートフォンとかタブレットとかだと、それができないらしいんですよ。なんで、一旦、枠さんがそのホストになって、私とスケアさんを呼ぶっていう形にしないとダメらしいので、パソコンだと。ああ。で、まあ、ちょっと、まあ、とりあえず、進めますか？うん。進めて。で、まあね、そうね。で、そのストーリー部分ってなると、やっぱりその、なんていうのかな、キャラクター的には今までずっと内向きにっていう、特に保証子供とかは。うん。ね、ちょっと待って、スキヤさんから声の出演は勘弁って、楽しく聞いてるのに続けて。はいはい。こう。まあ、ね、まあ、内側にこうね、向かっていくのが、ちょっと事の葉の庭になって、こう、ちょっと外に、他の他者をこう、知っていくみたいな感じになってくるので、ちょっとやっぱ語り方もやっぱり今までとはちょっと変えてきてるなっていうのは、意識して変えてるなっていうのは感じましたけども。うん、新海誠の作品の、女性のヒロインっていうのが、うん、なんていうのか、だいたい見てるんで、星の声って出た時も、やっぱなんか、女性ヒロインっていうのが結構他人っぽい感じあったじゃないですか。うん、言ってしまえば、文系
系男子の妄想上のヒロインみたいな。はいはい。それで星を、それで星の声で一発ちょっと有名になって、ね、もう普通に考えればこれ星の声で、盛り上がったから普通にモテると思うわけですよ。はい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 。もうそれが次の雲の向こう約束の場所に関しては、ヒロインがさらに童貞臭くなってるっていう。ねえ。今時、ね、なんか今時眠り姫ってとか思いましたけどね。そうだよね。なんか、約束の場所でヒロインが走ってくるときに、なんていうかな、両手を、なんていうかな、水平に保ったまま、すごい振りながら走ってくるって、これちょっと深海走りって感じ。深海走りが出たよ、みたいな、うん。あれはね、やばいよね、本当に。で、多分ね、約束の場所ってこれ90分くらいの映画だったから、うん、それで、結構その、やっぱりさらにその、深海誠を一発屋じゃないんだ、すげえみたいになって、おそらくそこでモテたと思うんだよね。モテキ来た。そう、モテキ来た。やった、来た、来た、もう、来た、モテキ来た。これで勝つるみたいな、なんかそういう感じになって、で、そこで、多分、おそらくひどい失点をした結果が秒速5センチメートルじゃないかなっていう気がする。恨み節だと、ある種も。うん。俺、ほんとそういう風に感じるんだよね。今の新海さん、奥さんいますからね、ちょっとね。ご結婚なさって。あれ、今、ちっちゃかったっけ、あの人。あれ、なんかね、琴ノ葉の庭で、その、根底を切るときに、その、自分で、その、セリフを当てたらしいんですけども、その、インタビュー記事で、その、雪乃さん役は、僕の妻がやってるんですよ、みたいなことを書いてたので、マジで？おそらくご結婚されていらっしゃるんじゃないでしょうかね。マジで？そうなの？っていうインタビューに載ってたよ。なんか、その、ピクチャーコンテっていう、その、の切るときに、音を、声をこう、このカットはどれぐらいの秒数いるなみたいなのをこう決めるために、自分が、なんだっけ、うん、高尾の声を当てて、で、雪乃さんの声は奥さんが、妻が当ててるんですって言ってました、ね、うん。あ、それ、超ショックだわ。衝撃の事実が、中田町に衝撃走る。俺、新海誠は独身でいてほしかったな。マジか、それ。そうなの？だって、わかんないけどさ、秒速5センチメートルって、あれ、多分大体、大学生くらいの、なんていうかな、精神、はい。精神年齢みたいな感じじゃないですか。個人的な印象で。星の声と約束の場所に関しては、僕は高校生、男子校、童貞っていうイメージがすごく強くなってて、うん、で、それ秒速5センチメートルは、大学に入った後に、初めて文系サークルかなんかに新海誠が入って、で、そこで失恋をしたっていう印象があるんですね。はいはい。だ多分それ、秒速5センチメートルだと34歳くらい。だから、おそらく普通の人とは15年くらい、精神年齢の発達の速度っていうのが異なってるんじゃないかって、そういうイメージあったんですよ。はいはい。だから、ね、で、それで今40歳だとしたら、まあ、そこから15引くと25でしょう、うんうん。ちょっとね、あと5年後か6年後かに結婚してほしかったなって言ってました。ねえ。それでなんか、琴ノ葉の庭なんだけども、うん、その、ちょっと待って。ちょっと一瞬待っててね。一瞬待って。うん、あった。あ、おそらく思い出した。雪乃さん、はい、ヒロインの先生。ね、なんていうのかな。雪乃さんのヒロイン像っていうのが、ちょっと今までの新海誠の作品からすると、結構違うなっていう印象があって、まあね、今までのその新海誠の作品だと、まあ、同世代だったからね。どちらかっていうと、ヒロインがあんまり自分のこと語らないじゃないですか。そうね。基本的にはまあその話をしないっていう。どちらかっていうと、新海誠自身、うん。それでなんか、それで新海誠自身を投影したような主人公が、ちょっと素敵な、なんか、リリカルなことを言いながら彼女は、みたいな感じで言ってるんだけども、基本その新海誠の主人公が語る彼女っていうのは、基本的にはその他人事みたいな扱いになってる。
それ多分秒速5センチメートルでもちょっとそんな感じはあると思うんですよね。うんうん、ただ今回その琴ノ葉の庭に関しては、今回、その主人公のその高尾くんってそのなんか15歳の、はい、靴職人を目指したいって考えてる高校1年生の男の子。はい、で、ヒロインがその雪乃さんっていう、その高尾くんがその新宿御苑でその高校の授業をサボって、はい、で、ちょっと靴の、なんていうか、靴のイラストとかをベンチに座って描いてたら、隣でビールを飲んでる謎の年上の女性がいるっていう、なんかそういうヒロインみたいなのがいて、うん。で、それで、ゆきのさんっていうのはその27歳の、実は高尾くんが通ってる高校の先生だったっていう。で、その高尾くんは高尾くんで、ちょっと靴職人になりたいんだけど、どうしようっていうのとか、ゆきのさんはすごい美人なんだけど、この人何考えてるんだろうとか、いろいろ悩みなんだけども、ゆきのさんもゆきのさん、ゆきのさん自身も、ね、まあ、ちょっといろいろいじめか、学校での人間関係の問題だとか、そういったものがあって、その学校を休職していたみたいな感じで、いろいろ悩んでるっていう。それで、今までの新海作品と比べると、琴ノ葉の庭に関しては、やっぱヒロインが、自分、ヒロインの視点っていうのがすごく描くのが上手くなってるなっていうのを感じるし、それこそ今までのその新海作品のヒロイン像っていうのを打破しようっていう、そういう目的だったと思うんですよ。特にその印象深かったのは、その雪乃さんが自分の部屋で、はい、なんだっけ、ファンデーション、あれを落としてあるじゃないですか。で、そういうファンデーションを落として、ちょっとよく見たら、ファンデーションの中のが割れちゃってるっていう、はいはい、心理描写とかね、すごく良かったですよね。あれはあれですってね、女性の方に聞き込みをして、そういった、そのなんか、へこむこ日常でへこむことないですかって言ったら、ファンデーションが壊れた時へこみますわ、みたいなこと言われて、こう、うん、あ、そうなん、入れたらしいですよ。うん。あ、ちょっと、スケアさんのコメントで、うん、多分、新海先生の作品は、自己憐憫と陶酔でできてるから、ヒロインは主人公の願望を映す鏡にしかならないじゃないかなっていう。要素がラストでそれをさらけ出すから好きなんだけど、もう全くその通りです。うん、ね、そうだね、なんかやっぱ秒速のラストって、今までの新海作品に出てくる主人公に対する罰を与えるっていう、なんかそんな感じはちょっと印象を受けたかな。うん、まあね、こう、秒速のそのね、その 3本、まあ、秒速5センチメートルの秒速5センチメートルですけど、うん、確かに、まあ言うたらさ、うん、その、第1部で別に、付き合ってなくねって思うんだけど。だってあれ多分恋の直前だよね。多分恋ゾーンにはまだこう来てない。期間直前とかで止まってるでしょ、あれ多分。映像的には切ってる。で、もうだからまあ、それはね、それは結婚もしますわねって感じのこう、それは結婚するやろうかっていう。まあ、そのね、その言葉がのなんか呪いになっちゃうっていうのはね、わかるけどね。うん、なんかそういった意味で初めてその、なんていうのかな、かなり突っ込んで、その、他者との関係っていうのをこうね、語ってみたっていうのは、ある種やっぱり、ある種のやっぱり、これもやっぱある種のアップデートなんじゃないかっていうのが。そうだね。言っちゃうからね、好きって。うん。と、やっぱ、すごく良かったなって思うのが、やっぱその、雪乃さんは、休職をしてるっていうのが、それをちょっと自分でその足で歩けなくなったっていうふうに自分のことを表現してて、で、高尾くんはその靴職人を目指してて、はい、で、できればその雪乃さんが歩いていける、自分の足で歩けるように靴を作ってあげたいみたいなふうになってるって、うん。あそこの設定っていうのはすごく秀逸で良かったね。それもこう、いろんなこうね、職業をこう、職業というか、まあ、彼が目指すものをこういろんな考えてきた結果、こう、靴が一番しっくりきたということらしいので、ね、かなりドンピシャにこう、うん、バシッと、ね。昨日のね、耳を澄ませばとかだとバイオリン作ってますけどね。そうだね。っていう、うん。やっぱなんか、琴ノ葉の庭ですごく良かったなっていうのは、やっぱ、あれだよね、その、なんていうかな。
高尾くんが、その、あの、しん、やっぱしん、その、新宿御苑で高尾くんと雪乃さんが、その、定期的に会うようになって、うん、高尾くんが、あの、女性の靴職人になりたいっていうふうに、雪乃さんに言うシーンあるじゃないですか。うん、それ、ただ、その、女性の靴を作りたいんだけども、周りに、ね、モデルになってくれるような人がいなくてって言ったときに、うん、雪乃さんが、じゃあ私の足をモデルにしていいよっていうふうに言って、その自分の足を差し出すっていう、あれはもうね、足フェチとしてはもうすごくいいシーンだったね。うん、これはもうね、新海誠足フェチ説がこう、ね、なんかね、やっぱ通常のなんか映画とかだと、なんていうかな、あれってラブシーンとかって考えるとキスとか、まあね、うん、あのベッドシーンとかってなるかもしれないけども、このところが、なんて言ったらいいのかな、15歳のその少年、15歳だっけな、まあその高校生の少年にとっては、その、初めてのそのボーイミツガールっていうのが足っていう、あそこの描き方の繊細さっていうのは本当に良かったね。そうそう。まあね、こう、ね、これもね、なんかね、インタビューじゃないけど、あの、番組に出てて、なんか語ってますけどね、琴ノ葉を作るまではね、別に足への自覚は特になかったという話で、あ、そうなんだ。ね、そう言われて初めて気づいたんです。いや、でもね、あの、これはね、うん、これはちょっとね、僕の経験上とか周囲とか見てると、自己憐憫と陶酔にまみれた男は足は大好きですよ。足大好き、ね。うん。そういえばね、なんかね、ウォーカーワイ作品でもやっぱりこうね、ちゃんちじゃねえや、ペイオン？ペイオンの、こうね、あの、うん、トニーレオンが足マッサージするっていうね。あれは最高のシーンだよね。あの、なんかその恋する惑星のところで、そのペイオンが、あの、トニーレオンの家に侵入して、ちょっとトニーレオンの部屋汚すぎるから勝手に掃除しよう。それで、トニーレオン実は失恋してていろいろへこんでたんだけども、あの彼の部屋を掃除して彼の心も明るくさせようみたいなそういうシーンあるんですよ。で、それでフェイウォンが、あの、ね、部屋から出ようとした時にトニーレオンが帰ってくるっていう。で、その時点で あって感じなんだけども、その時になんか知らないけども、唐突にフェイウォンの足が、あの、つってしまって動けなくなるっていう。それでフェイウォンをそのソファーに座らせてトニーレオンがひたすら足を揉むっていう大変素晴らしい映画史上に残る名シーンがあるんだけどね。ねあれね。その恋する惑星をあれ確かあのタランティーノがあの絶賛したって話聞くけども、ね、タランティーノはやっぱあの足フェチだからおそらくあのシーンを見てあのこれはすごいみたいな。こいつは半端ねえっていう。うん。ねグランドマスターでもあったもんね。まあね。そのイップマンが、その、唐突にイップマンの奥さんの足を揉み始めるっていうシーンがあって。最終的にさ、要は、ね、4時間以上ある中で、やっぱあそこが残ったっていうとこだよね、やっぱね、あれね。やっぱこれは入れとかないとっていう。うん。いやー、あのシーン、あれよかったね。ただもうね、なんかね、うん。本当ね、こう、そういった意味でね。そういうか。こう足に対する到着というかね、うん、こう、まあ、そうね、しかもそれがこのね、あの、要は、うん、まあ、監督本人の言葉を信じるならば、その今は、そのね、言われて初めて気づいたっていうので言えば、もう、その、監督のその真相の部分と、こう、表現がかなりこう、組み合わさってるという、がっちり組み合わさってるっていう意味で、しかもそれがみんなグッと来てるという意味においては、非常に表現として、あの、やっぱこれも、やっぱこう、うん、物を語る手段としてやっぱアップデートしてるんじゃないかっていう。ああ、そうだね。なんか、なんていうかな、その、琴ノ葉によって感じたのが、途中まではね、お互い、二人とも別々の悩みっていうのを抱えてるし、うん、なんていうかな、ある程度はその、ヒロインっていうのが、自分の人格を持った存在として描かれてると思うんですよね。うん、だなんか、ね、結構ラストの展開、うんうん、って覚えてます？まあ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 言うたらまあ、雪乃さんの部屋にあげてもらって、で、うん、まあなんかいろいろやって、こう、うんうん、高尾くんが部屋を出る。
で、そう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 。で、雪乃さんがそれを追っかけるっていう。うん、で、まあまあ、最後の、まあ、まあ、クライマックスのクライマックスが、大メインクライマックスが来ると。うん、そう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 。ね、多分、あそこのところで、ね、言ってしまえばなんだけども、もう、後半のところで、雪乃さんの部屋に高尾くんが来ました。はいはい、高尾くんが、僕、雪乃さんのこと好きかもしれないって言ったら、でも雪乃さんはやっぱ大人だから、やっぱ先生って、先生と生徒っていう立場もあるから、うん、雪乃さんじゃなくて雪乃先生でしょって、でそれをちょっと拒絶しちゃうんですよね。で、それ高尾くんがちょっと、やっぱそれで家から出ていっちゃうんだけども、それを雪乃さんが追いかけるみたいな、そういう話だった。で、やっぱあのシーンのところっていうのが、その琴ノ葉の庭の中では一番評価分かれるかなって気がするんですけど。でもやっぱこう、ある種物語が転換するときに、やっぱ追うものと追われるものが逆転するっていう状況ですよね、うんうん、あれはね。ポンとこう、そこで、そこでこう、今までね、こう先生のことを追っていた高尾くんが、また逆のポジションになるというね。うん、ああ、そうそう、そう考えてみれば非常にドラスティックな。うんうん、進化、うん、で言ってしまうと僕は琴ノ葉の庭に関しては高尾くんが雪乃さんに対して叫んだセリフまではもう本当に最高だったんだけども、うん、その後の雪乃さんの展開でちょっと泣いたかなっていうのは、うん、そういう感じなんですよ。なるほど。もう高尾くんのセリフはねすごいグッときたっていうのが、なんか新海誠の作品の中で一番グッときたんだよね。っていうのが、その、誰だっけ、高尾くん演じた人誰だったっけな、イリンのミューズでしたっけうん、その人の演技がね、本当に良かったね。これは、星の子供にも出ていらっしゃいましたけどね、うん。あ、そうなんだ。それで、その、叫んだセリフの中で、一応覚えちゃったんだけども、うん、ね、あんたは一生ずっとそうやって大事なことは絶対言わないで、自分は関係ないっていう顔してずっと一人で生きていくんだっていうセリフがあって、うん、あれはね、ぐさっときたね、やっぱり。なんていうのかな、琴ノ葉の庭って、どちらかっていうと、その、雪乃さんの視点の話かなっていうイメージがあって、あるんだけど、多分それは、その高尾くんのセリフがぐさっときたからっていうのがあるかな。その、結構ね、あれも、やっぱ、青臭いっていうかな、子供っぽいっちゃ子供っぽいセリフではあるんですね。ただ、良いガキと悪いガキみたいなのはあると思うんだけども、そこでちょっとなんか、悪い意味でガキっぽいなっていうふうに感じるとしたら、そのまま、雪乃さんに振られて、たままどうせ僕なんてっていうふうにぐちぐちしながら、うん、雨が降ってく道を帰ってくとぼとぼ帰ってくっていうのは多分それが悪いガキっぽなんだけども、うん、逆にそこのところで雪乃さんに向かって真正面から向いて涙を流しながらそういうセリフを言ってくるっていう、でしかもあれってすごい本質捉えてると思うんだよね。多分雪乃さん27歳っていうことでちょっと僕も20代後半なんだけれども、うん、結構ね、このくらいの年になってくると、俺、ね、なんていうか、まあ、その、恋愛だとかそういうのっていうのが、ちょっと、ね、あんまり次の欲求っていうのが、着火とかしなくなってきて、俺って、もしかしたらずっとこのまま一人なのかもな、ははみたいな、なんかそういう他人事感ってちょっとあると思うんです。で、それに対して、自分は関係ないっていう顔してずっと一人で生きていくんだっていうふうに、ああいうふうに真正面から言われたんで、すごいぐさっとくるし、僕自身はもう女子高生にあのセリフを真正面から言われて、僕を否定してほしいです。しかもね、だから本人がご結婚されてたとはという、うん、しかも衝撃が、ね、それで。あれすごい衝撃だったね。逆にちょっとその、新海誠ずっと独身だと思ったから、あ、これ自分への嫉妬なのかなっていう、そういう文脈の中で、このセリフすげえって思ったってのはちょっとあるかな。ある種のこう松岡修造的な感じでこう熱くなれよと、お前ら。うん、そうなんで。てか、あれなんじゃないの、奥さんに
新海誠が説教された時のセリフなんじゃないのかなって気がちょっとするよね。ね、もう。やっぱこう、やっぱね、こう、いいガキと悪いガキっていうの出ましたけど、やっぱね、コマしゃくれかコマしゃくれでないのかっていう、この文脈でこう、うん、ね、あればこう、やっぱ、なかなかね、こう、わかりやすくなると思うんでね。コマしゃくれない、コマしゃくれないのが、やっぱりこう、ね、素直が一番、うん、一番成長するぞっていう、こうね、サイレントヒルの歌的な感じでね。そうね。なるほどな、うん、そうね。僕は、なるほど。それに、すごいね、そのセリフに対してか、あ、うん、どうぞ。うん、いや、どうぞ、はいはい。うん、あ、もしもし。はいはい、どうぞ。うん。あ、じゃあすいません。はいはい。その高尾くんの、真正面からのセリフに対して、まあ、てか、ここはネタバレしちゃったから言っちゃうけども、雪乃さんが、あの、ね、もう涙を流しながら、あの、高尾くんに抱きつくんですよね。それで、あの、号泣して、あの、私、新宿御苑、その、あの場所であなたと会うことで救われてたのって言うんだけども、もう、それがね、ちょっといかんなっていう。いかんぞと。うん。だって、ちょっとその二つあると思うんだけども、うん、基本これって、その、なんていうのかな、女性を救う、救わないっていう風な話に落とし込めてしまうと、結構それって、今までのその新海作品に出てきたものとちょっと近いなって気がしちゃうんだよね。まあね、まあ、言ってしまえばちょっとチンププになっちゃうなって気がする。今までその、ことの葉の庭だと、その、ね、だって新宿御苑に、ね、高校をサボって行ってみたら、なんかわかんないけど、美人の女性が朝っぱらからビールを飲んでるっていう、なんだこの年上の人みたいな感じ、ちょっと神秘的な感じあるじゃないですか。で、その、ね、あの男子高校生からしたらちょっと神秘的なものっていうのが逆にあの男子高校生があの女性を救ってるっていうことによってその神秘性っていうのは全部剥奪されちゃうんですよ、うんうん、だからそこでもしかするとあの疑いがあの平等の立場になれたねっていう見方もありかもしれないけどもちょっとその神秘性っていうのが剥奪されすぎることによって逆にそのヒロインの人がちょっとこれは陳腐だなっていうふうに感じてしまったのも事実かな。で、それプラスあとその、救われるって結構その、映画の中のテーマだったりするじゃないですか。はいはい。だから、それをヒロイン自身が言うのかっていうのは、だから例えばなんだけども、ほらあの、さっきのグランドマスターの中で、ルオメイがさ、あのね、牛とかと対立するじゃないですか。はいはい。で、そこのところで、例えばだけども、涙を流しながら、私、父の仇のお前を殺しに来たのとか叫んでたら、いやまあ、それは確かにその映画のテーマっていうか展開なんだけども、その展開を、そのなんかメタ的な視点でそのまま語っていいのっていう気はちょっとしない。それは知ってるよって話だもんか。ね、うん、そう。だそういう意味でちょっとね、救われてたのっていうのがなんか説明っぽいなっていうのを、ふうに感じたかな。だそこでちょっと、ことの葉の庭に関しては一応落ちちゃったかなっていうのは、ね、何も言わさないっていうとやっぱり、ね、うん、こうクライマックスとしてはちょっと盛り上がりに欠けるところが多分あると思うんですけど、うん、そうすると、うん、ああ、まあでもねどうやればよかったのかな。結構あれのオチの付け方って難しいよね。まあ、救われてたのっていうのは、まあ、話を終わらせるっていう意味ではありなんだけども。もう、はい、はい、そこで、ありっていうのを、ね、パキッとこうね。うん、まあね。だからやっぱそこで、うん、多分、琴ノ葉の庭はね、結構前半とか、中盤くらいまではすごい好きな人多いんじゃないかなって気するんだけども、うん、多分あの救われてたのっていうところで
今までの新海誠さんっていうのが、いやー、やっぱりお前童貞だったのかみたいな感じで、ちょっと戻った感はあるかな。なるほど、なるほどね。あそこになんか、ラストの展開とかって、芝野さんどんな感じだったんですか？だからね、だからあれだよね、僕はずっとその、あれで、まあ、雨がずっと降ってるっていう。で、まあ、雨がだんだん強くなっていって、まあ、うんうん、っていう。で、まあ、まあ、クライマックスのあのシーンで雨が止んで、光が差すっていうさ、そうですけど、うんうん、で、まあ、個人的にそのやっぱりそれで見ると、泣かせの、泣いてるところに雨はあんま降らしてほしくねえなとずっと思ってるので、っていうか、まあ、いわゆる、まあ、雨はね、ある種のメタファーだからさ、だと思ってたんだけど、でもよくよく考えてみれば、8割シーンの、うん以上で雨降ってるから、要は雨がデフォルトの位置なんだよね、多分ね。普通の映画だと、その、晴れの状況から、まあ、気分が下がって雨が降るとか、っていう感じになるけど、雨がデフォルトなんで、もう基本的には。まあ、まあ、じゃあ、あそこで雨降られてるのも別にいいのか、って。ああ、光出ましたね。まあ、あとはその音楽ですよね。その、そっから、その完全にその、あれは、畑元博さんかなの人もうそのままエンディングテーマにこうザーってもう突っ込んでしまうという感じなので、でまあその元々のその劇版とそのレインっていうまあ大江千里の曲ですけどね、うん、がのつながりとかをずっと見てたので、うん、そうなのねっていうまあ。ね、そもそもこの、泣きながら叫ばれることに関して、あまりこう、なんていうのか、こう、心構えが、うん、心構えができてないので、おお、この人叫んではるっていう、叫んではるわ、この人っていう。うん、そうだね、まあとにかく、やっぱこの、僕はやっぱ、その、なんていうのかな、やっぱこう、雨の描写だったりとか、その描写がとにかくもう、今までの作品、うん規制その新海作品だけでなくてっていう、うん、その今まで過去のアニメーション作品においてもやはりこう、もうね、ネクストレベルのものが出てきたなっていうところですよね。うん、そこが、逆に言うともうそこさえあれば別にいい、話がまあどうだろうと別にあんまいいわっていう。ああ、そういうことか。特にやっぱこう、光の影のつけ方とかさ、すごい、うん、すごい、なんちゅうのか。今までのアニメーションの整理から言うと、かなりこの不自然なことをやるじゃないですか。その普通だったら影は、まあ、明るいところと暗いところでこうキャラクターを塗り分けるけど、そこにもう一つ緑の部分があるとかね。はいはい、反射光がこう当たってるとかっていう。まあ、常に、その、ある種の、なんていう、現象を常に追い、なんでこう見えるのかっていうのをこう、アニメーションにどう落とし込むのか、なんでこう見えるのかとか、それをどう見せるのかとか、で、もちろん実写作品じゃなくて書かなきゃいけないから、どうやってそれを簡略化するのかっていう、ものの、その、なんていうのかな、メソッドが頂点まで来たのかなっていう、ことかな、うん、個人的には。だからその、うん、インタビューとか見てても、その、目の付けどころとかが、やっぱりこう、ね、その過去のそのジブリ作品とかは、やっぱりその、宮崎駿の影響はすごい大きいと。いうふうに言ってんだけど、その、ラピュタの、に出てくる、その、雲がすげえかっこいいんだけど、実際映画館を、その、外出て雲見てみたら実際に超かっこよかったとか、あとその、トトロのキャラクターの輪郭線が茶色いとかっていうのを言うんだよ。その、ナウシカの時は輪郭線が黒いんだけど、トトロとかだと輪郭線が、キャラクターの輪郭線が茶色になってる。これはなんでなんだとか、そういうこの、ある種の現象に関してずっとこう追い求めてる人なので、というふうに見えたので、そういった意味でやっぱ、ある種のやっぱその頂点に、ね、こう、っていうかまあその、そのずっとアップデートっていう言葉を使ってきたけど、そのアップデートがビタッと決まったっていう。そうだね。うん。僕は、あれやったかね。やっぱそのさっきも言ったんだけども、その、高尾くんのセリフまではめちゃくちゃ面白くて、で、それに対する雪乃さんの返答が、ちょっと、なんかそれまでの展開の描か
あの展開からすると、やっぱ話を終わらせるためとはいえ結構陳腐だったかなって印象が強かったので、で逆に言えば今までから来るとここまで描けるのかっていう意味で新川さんはどん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 なんていうか童貞から少女漫画っぽくなってきてるっていうイメージあるんですよ。だからむしろ今回はそのすごく良かったんだけれどもじゃあ次回作はどうなるのかなっていうそこがちょっと気になります。やっぱね、ぜひとも、そうね、こう、語りのその、ね、この熱量として、この物語の持ってるその、物語の持つべき長さと映画の長さが違う映画って、まあまあまああるじゃないですか。特にまあハリウッド大作で言ったら、物語的にはもうこれ90分で話せる内容だけど、2時間半になってるっていうさ、うん、あるけど、今回はまあ、ほとんどもう、ビタッと46分っていうのは、話のこの、なんちゅうの、持ってる、なんでしょうね。ない、なんだね、なんだった。持ってる容量みたいなものをちゃんとこう、映画の尺がきっちりとこう、ね、表面張力でこう水が浮いてるような感じで、こう、ピタッとこう、なってましたけど、まあ、ね、まあ言うてもまあ、言うても中編ぐらいに46分ですから、だから次、ぜひとも、まあ次の長編、ただまあ本人自体は長編に対するある種の執着がないとは言ってるんだけどね。うん。その自分、あの人、長編は結構難しいんじゃないかなって印象ちょっとあるかな。で、まあその。なんていうか、ごめん、ちょっと勝手な印象なんだけども、あの人って結構その細部にすごいこだわるじゃないですか。その、なんていうかな、今回のことの話にあると印象深かったのが、新宿御苑の屋根付きのベンチの下、そこのところで雪乃さんと高尾くんが会っているときに、ちょっとその高尾くんが屋根の方を見てみたら、そのなんか屋根のその、なんだっけ、落ち葉とか持ってる雨どいかな、はいはい、かなんかに水が溜まってて、で、風が吹いた瞬間にその雨どいから、水がさらーっていう風に流れるシーンがあって、あれは、あ、俺も見たことある、これっていう感じだったのよ。そういう意味で言うと、なんか、すごくあの人の描写って、すごく綺麗だなっていう反面、多分、自分の日常生活の中で、おそらくどこかで必ず見たことがあって、それがいつの間にか忘れてしまってる要素っていうのを、的確に描いてる印象あるんですよね。だからそういうふうに、細部にこだわる人って、結構その全、すごい、長編になればなるほど、細部にこだわりすぎて全体の構成っていうのがあんまりうまくなくなってくんじゃないかなって印象ある。なんかちょっと約束の場所に関しても結構似たような印象を受けたかな、うん、あれも確か90分くらいだったよね。そうね、あれも90分ぐらいかな。うん、そうだね。そう、あれはちょっとね、僕は60分くらいにできたらいいんじゃないかなっていうふうに思いながら見てた。とはいえ、今回、ことの葉の岩でこうやって10万人入って、ある種多分商業的な成功は多分成し得てると思うんですよ。うん、ということは、ある意味その長編にわざわざ取り組まなくても別にいいんじゃないかっていう。別にこれで採算が取れるモデルならば、別にその、うん、別にその40分尺だろうが、別に成立、その商売が成立するならば、取らせてくれる人もね、うん、別にいるでしょうからね。だからそれでいいんじゃないの、うん、今回そのことの葉の庭だと、劇場版の公開と同時に iTunes ストアで配信ってやってたじゃないですか。うん。と、ああいうモデルを作る、ああいう風なモデルをやるんだとしたら、多分その別に90分とか2時間とかっていう風な尺じゃなくても、普通に iTunes ストアで売ればいいんじゃないのって気がする。だ結構その30分アニメとかだったら、どの劇場で上映しようかっていうので、その劇場側が結構迷うかもしれないじゃないですか、うん、そのタイムスケジュールどういうふうに組もうかっていう。でもそれが iTunes ストアで販売するっていうになったら、別に何分でもいいんじゃないかなって気がするんですよね。だから今後、特にその新海誠さんが長編を撮らないといけないのかっていうと、逆に異なるにはその iTunes ストア販売っていうので、何分の作品を撮ってもいいんじゃねっていう、そういうモデルを築いたのかなっていう、そういう印象ありますね。
まあ、これ、まあ、あと、こう、そうやな。あと、まあ、ね、基本的にはずっとオリジナルの作品をこうね、作ってきて、要は、なんか原作付きの仕事であるとかっていうのを、まあね、こう、そういったね、そういうのがどうなのかどうなのかよくわからないですが、まあ、他のね、プロダクト、ある種のプロダクションで、こう、やるみたいな、それ、まあ、それだと、その、ちゃんとお金も集まるし、人員も確保できるっていうことなら、やるのかどうかとかね。そう。だから、その、ね、新海誠のジブリ作品とかさ。でも、あの、スタジオジブリに関しては、とにかく、後継者を育てようとして失敗してるっていうのがあるので。いやー、それ、100% 失敗しますよ、それは。どうなんだろうな。でも頼まれれば、やるのかね。どうなんだろう。まあ、本人好きそうだし、やるんじゃないかな。いや、なんかそれでなんか、なんだろうな、原作付きの作品とかを描いてほしいかなってのあるかな、うん。今まで多分あの人原作ものをやってないよね。そう、な。うん。ね、それちょっと一回見てみたいかな。なかなかね、っていう。そうなんだろう。まあ、まあ、そうか、そうか、そうや。ああ、そんな。どうだろうね。あと、あれだ、常にこの、新海作品には、こう、ね、ね、鉄道っていうのがずっと出てきてるけども、本人は鉄道好きじゃないらしいって話を聞いた、うん、そのインタビューで。別に。そうなんだ。特にその、今回のことの葉とかであると、その、うん、鉄道のその、約束の場所とかでもそうだね。常に出てきてるですけど、出てきてますけど、別に特に本人は、特に好きということはないっていうと。ただまあその、まあその、琴ノ葉の庭とかだと、その、3D で、そう、で、鉄道の電車のモデル作ってる人が、好きなんじゃないですかねとか言ってましたけど、それよりも、その、車体に映る光とか、まあ、室内、その電車内で、こう、差してきた光がどういうふうに変化していくのかっていう、やっぱりとにかく現象に関して、とにかく興味があるっていう。ことみたいですね、これに関しては。うん。ね、だから、うん、そうなのかと思って。あの、約束の場所、約束の場所で、その、あれって、青森県とか舞台したと思うんだけども、うん、その主人公たちが、ローカルの電車に乗るじゃないですか。はいはい、で、それでちょっと上の方向いてみたら、電車の中に、カバンとかを置くような天井近くにある棚ってありますよね。そこのところに、電車が走っていくと、窓の外から、ね、街の明かりとかっていうのが電車の中入ってきて、それがちょうど金属製の棚のところに反射して、動いてるように見えるっていう。その棚の光だけで電車の動いてる動きを表すっていうのがあって、あれは、めちゃくちゃ良かったと思ったね。ある種のその。だから、あれも描写を見たから、もうてっきり新海誠をてっちゃんだなって気がした。でも本人は否定してるけど、さっきね、さっきその、一番初めに作った短編の1分半の遠い世界っていうのを YouTube で見たんですけど、これにもやっぱ出てんのよ。ディーゼルカーとか。だから、これもやっぱりこの雪乃さんとか足フェチ同様に、実はこう、この自分の奥底にこう、何か、あるんじゃないのかっていうね。確かに、ね、言われてみればっていうのあるかもしれないね。こう気づいてなかったっていうところがね、やっぱね、こう。うん。で、やっぱりそこまでやるっていうのだと、やっぱりそういう、うん、やっぱり本当に独特の立ち位置の作家じゃないですか、そこまでやるっていうのをさ。うん。普通、別に、その、言うたら別に、電車の中の風景だって別にこう揺らしとけば一応走ってる風には見えるからさ。うん、わざわざそこでこう光の玉をこう、ね、送ってるように見せかけるっていうね。うん、これも、
ね、だからすごい、そういった立ち位置の、ああ、でもそういった、そういう人、ああ、そうな、そういう人もいるな、確かに。そう、うん、独自の道をこう突き進む。で、うん、行くんでしょうかね、っていう。あれだよね、なんか、新海誠の水の描き方とかって、ちょっとタルコフスキーっぽいな、って印象を受けますね。まあ、なんか、雨降ったら、とにかくビデオカメラ持って外出て、とにかくいろいろ回したそうですけどね。こう雨がどうなってるのかっていう。とにかく、とにかく現象に興味がある人なんだなっていう、そこで。うん。それをわざわざやっぱ実写でやらないっていうところが、やっぱりその、なんていうのかな、その、イカ効果というかさ、こう。うん。とりあえず、その、僕がこの映画の中で多分一番グッときた表現としては、その、雪乃さんが、その、いわゆるクライマックスシーンのちょっと前ですよ。ところで、うん、高尾くんがオムライス作って、でそれを食べたときに、スプーンで食べるんですけど、スプーンで食べて、こう引き抜くときに、この下の唇のところが、そのスプーンの背の曲面に合わせて、こう、ぷくっと動いたっていうところで、ああ、いいもん見たなっていう。ああいうのはやっぱりこうね、別に普通にスッとこう抜いちゃってもいいわけだけど、やっぱそこでこう、ぷっとこの、その、ぷくっとこう下のね、唇がね、こう、ゆるっと動くのがね、やっぱ気持ちいいっていう気持ち、アニメーションならではの気持ちよさがここで、うん、ある種そうね、うん、そういうものをやっぱ突き進めて行かれたら僕はいいんじゃないかなっていう、うん、そうねっていう、うん、まあね、もともとなんかなんかね、その血が出てきてビャーとか、銃がポーンとか、そういうのとかが僕、ねえ、でも銃あるか。そうか。約束の場所とか銃出てたね、そういえば。あれは出てるよ。うん。銃とか、まあ、そのね、戦闘機とかさ。出てたね、だから、ね、うん、あれも、あれおばあさん、なぁ、うん。なるほどね。顔な、なんだろうなぁ。あとなんだろうね。そうかね。あとは、うん、あとは何だろう。万葉集は良かったね。万葉集だね。うん。いやー、あれはね、なんかね、よくわかんない女性が、あれだけ一言言ってさ、去っていくっていうさ、何大抵の女性だったら、この人危険人物って思うじゃないですか。本当に、ちょっと最高。でもそれをなんか、やり納得。うん。そう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 。それを納得して、で、それに対する回収歌を考えてしまうっていう、やっぱ雪乃さん美人なんだろうなっていう印象がありましたね。あ、それ思い出した、すごく言いたかったこと一個ありまして、雪乃さんが新宿御苑のベンチのところでビール飲むじゃないですか。はいはい。で、ビールがさ、飲むときだけいちいち横向くじゃないですか。うんうんうん。仕草はすごくグッときていいですね。ああ。うん。いや、あれはね、なんだろうな。なんか横向いてビール飲むっていう、なんかそれだけで、あ、この人ちょっと不思議な人だっていう印象を受けて。あれはいい描写だなって思いました。言うたら午前中やからね。うん。言うたら、午前中から酒飲んでますから、それはまあ、こうね、こう横も向きたくなろうかねっていう、うん。またね、そこにチョコレートっていうね、チョコ。この劇団の数少ないギャグシーンがあるところの、うん、チョコレートかいっていう、その、うん。あれね、なんか、ずっと金麦飲んでたけどさ、ねえ、女性教師もうちょっと給料あるんじゃないかなって気はちょっとしたかな。まあまあ、あれはスポンサードでしょうからね。ああ、そういうことかな。金麦が、サントリー金麦は。うん。スポンサーでしょうから。もう別にウィスビール飲んでも飲みやで、みたいな。飲みやで、みたいな。やっぱりそこら辺のところはやっぱりこう、やっぱり、今、恵比寿はいけねえな、みたいな、そういうもの。生ビールはちょっと今いけねえな、みたいな、やっぱりこう、そういうのが時勢がこう、働いてる。発泡酒、金麦あたりで噛めよ、みたいな、そういう。はいはいはい。ね、
これがやっぱね、ああ、そういった意味ではチョコレートっていうのはすごいね、いい効果。これが隣が普通にそのあれだよね、サラミとかだったらこれちょっとどうかと、みたいな、この本気で飲んでんのか、だからみたいな話になるじゃないですか。ああ、それはわかるかも。だってさ、わかんない。新宿御苑で、朝っぱらから、サキイカをつまみにして、金麦飲んでる女性とかさ、全然ファンタジーがないよね。あ、これ俺だみたいな感じで。そっか、それがチョコレートっていうことで、ちょっと、なんかファンタジーって言い方変だちょけっども、と違う感なんじか、になっあ、ちてょっとこの人なん、なんだろう、不思議な感じっていう、そういう好奇心をかき立てられる効果あるかも。どこもうん、そんな感じかな。ね、やっぱこれはやっぱり来る人にはもうビシビシ来るという感じうん。かな。白はやっぱすごく良かったですね。で、言うたら僕もやっぱこうこの新海作品のフィルモグラフィーの中でやっぱこう一番こううまいなっていう作品にはなってる。僕自身も思いますね。確かに。こう、今までの作品から見てると。やっぱり、あらゆる要素が、やっぱアップデートしてるので、すごいその、伸びしろあるで感が、伸びしろあるで感が、こう、もう、半端ないという。そうだね。特にやっぱ編集ですね。編集は良かった。なかなかね、なかなかこう、あとはこう、アニメーションにおける演技っていうもののがちょっと語りづらさみたいなものはあるよなっていう。まあ、つまり言うたら、普通のね、実写だったら声と体って同一のものじゃないけど、アニメーションだと声と体がね、こう、分かれてるから、なかなかね、こう、声優さんだけ語るっていうのも違うし、逆に作画の部分だけ語るっていうのもちょっと違うからな、なかなか難しいよねとは思った。そっか、君はやっぱその、さっきの高尾君の、あんた一生ずっとそうやって、あそこのセリフがね、すごくいい演技だなって印象でしたね。いや、あれ、実写でもあそこまでグッとくる演技ってなかなかないと思いますよ。実写だとあのカットを作るのがもうまずすごい大変じゃないですか。あれは作るのがすごい難しいと思う。あれがその地面だったら普通に降らせばいいけど、マンションの何階とかだから、それより高いところから雨降らさなきゃいけないからね。あれ大変ですよ、実写でやろうとしたら。すごい。僕はなんか逆にその、多分あのくらいの年代にその男子高校生っていうのを、男子高校生が演じるじゃないですか。実写だと。で、ビジュアルは男子高校生で、あの演技の声を出すっていう、そういう人材どれくらいいるかって考えると、かなり少ないんじゃないかなって。あのセリフに関しては、声は声、見た目はアニメっていうことで、そこで2つ分かれてるっていうので、いや、アニメならっていい演技だったなって印象でした。特にその日本とかのアニメーションだと、そのシーンごとに描いてる人が変わるじゃないですか。そうディだズニーね。アニメだと、その一人のアニメーターが全編通して一人のキャラクターを描くっていうのだから、ある程度語りようもあるんだけど、そのシーンごとに全く別の人、それがそれで面白みもあるところあるんだけどね。このパート明らかにおかしいだろみたいなのがある。こういった意味、最終的には作画監督がそれはね、クオリティコントローラーするんだけどさっていうね。こういった意味でも、声もバッチリ来たと。だからもう本当にあとはもうストーリーの部分だけだと思う、枠さんの部分は。あとはこう、最後のあれをどうするかっていう、あれがあれば、あれがもうピッと、こう、大手ピッと打ってればもう来てたと思う。そう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 そ
そういった意味では伸びしろとしては、こう、取り扱ってはいただけませんかね、これね、っていう。そう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 。これが、これがちゃんと、
王手をさせるようになるのかっていう。うん。ですね。5年、また5年後くらいに、大手を指した作品見たいですね。でも意外とすぐも来るんじゃないですかね。だって、割とこれで、その、うん、人が入ることは分かったので、割とすぐ来るんじゃない、ね、まあ実質その、今回も琴ノ葉の制作自体は半年でやってたらしいんで、半年間で、やってたらしいので、ね、うん、かなりこの、なんか作らせてくれる人が乗り気ならば、割とすぐ来るんじゃないかなという気は、まあ本人の気分次第ってところもあるでしょうけどね。うん、必ずそのね、そのドラえもんとかクレヨンしんちゃんみたいに必ず1年に1回作んなきゃいけないってわけじゃないから。そうだね。そういえばそのあれだ、同時上映のあの誰かの眼差しに関しては何かありますか？いや、あれね、俺確か、なんか見れてなかった気がする。あれなんか一応僕はその、なんかその前に一応、そのなんか、琴ノ葉の前になんかついてたのが、ね、あれって YouTube 上がってたっけ？さあ、一応、まあ、いや、どうなんだろう。多分、あ、でもそうか。琴ノ葉の庭ってもうブルーレイとか DVD 出てるけど、多分それには入ってないよね。うん、なんかいつかソフト化されるんでしょうかわかりませんけれども。されるんじゃないかな。で、ね、まあ、それよりすごかったのが、その前に、こう、宮崎駿の風立ちぬの予告が4分ついてたってことなんですけど、僕がびっくりしたのは。あっちもなんか10分くらいだよね。うん。だから、そのね、完全にその、それは、その、なんか、その予告編の枠を買い取ってる形らしいので、うん、僕がオブリビオンとか見に行った時もついてたんですけど、ただ、この作品に関してはちょっと意味合いが違うでしょ。完全にこう潰しに来てるなっていう。本当にね、完全にその、インディーのロックバンドの前座が U2 みたいな、そういう感じだから。どうなんだろうな。でも、新海誠は結構、アニメ業界の中でもかなり地位気づいてる方なんじゃないかな。まあ、宮崎駿がすごいってのはあるんだけど。だからもう、かなりのね、しかもまあ、なんか本当に毒。だから、こんな作家じゃなくて、でも他の作品では見れないからさ。うん。例えば、だからそういった意味では本当に見る価値は全然あるっていう。その他じゃ見れないものがここにはあるからさ。うん。うん。うん、それだけで勝ってると思うんだよね、別に。高岡のセリフに関しては、ぐさっとくる人は、すごいぐさっとくるんで。うんやっぱ見てほしいなっていう、そんな感じです。全体的にはね、まあその、いわゆるね、この秒速5センチメートルで、まあ大変なトラウマを抱えた人々も、まあいろいろいらっしゃるでしょうけど、そまあ、でも、まあ、僕に言わせてみれば、それはそうなるようになった結果だから、あれは。うん、まあそうだね。まあそういう意味に言えば、非常にその、なんだろうね、まあ曲調もそうだけど、非常にポジティブな、ある種。ね、うん。非常にね、そういった意味では、こう、ね、こう、いい感じにカラッと終わってるっていう。ね、そうだね。なんて言ったと、大江千里持ってきたからね、大江千里、ね、別名男ユーミンですよ。そういった意味で被ってるじゃねえか、風の立ちぬとっていう。あれも荒井由実時代のユーミンだからね。すごいな。でもまあ、レイン、だからこれもね、だって、レイン1988年ですよ、元出たの。バブル絶頂みたいな感じの。ねえ。時期だけど、88年だから、15年とか。15年前。うん、ねえ、大江千里もやっぱりね、15年経って発掘されるとはっていう感じだよね。うん、で、やっぱ曲に関しては、やっぱその後98年に牧原紀之がカバーをしてて、それのやっぱりアップデート版かなっていう感じはしますね。やっぱ、てか、大江千里っていう人も、その歌の歌い方とかがかなり独特なので、すごい独特の歌い方する人なので、まあ、牧原感のアップデートみたいな。で、そのいろいろ調べたら、今、大江千里さんって日本にいなくて、ニューヨークでジャズピアニストやってるんですよね。知らなかったけど、ほんまかと思って。
ジャズピアニストかっていう。あの、なるほどな。まあ、万葉集に関してはもう調べればわんさか出てくるので、皆さん調べてくださいっていう。ね、あの、鳴る神の少しとよみて差し曇り、雨も降らぬか君をとどめんっていうの。もう、あの、もうある種、あれですよ、鳴る神のって入れただけで、もう、あの、琴の葉の庭っていうのがバーって出てくるから、Google で。皆さんそれはもうお調べくださいなって。はい。っていう感じですかね。やっぱこう、今回はこの枠さんがもう本当に大爆発だという。いや、いい映画でしたよ、本当。という感じで、いつもじゃなく、これが次が、6月じゃねえや。もう今月だよ。もう7月27だから、もう意外と時間ねえぞ、おい。みたいな。あ、20日後か。うん。なんで、次回7月27日で、1本目が、ウィリアム・フリードキンの、キラースナイパーの DVD ということで、あの、レンタルショップに、ただ、その、そんなに有名な扱いじゃないので、多分、1本あるか、ないかぐらいの、多分、感じだと思いますけど、ぜひとも探していただいて、ご覧いただければ、まあ、まあ、大変なことになってますので。で、7月の20日、土曜日公開の、宮崎駿の最新作の風立ちぬ、この2本で、で、まあ、監督のフィルモグラフィーも含めて、こう、語っていければな、というふうに思っております。もうね、うん、そういえば、あれですよ、その話聞こうと思ってたけど、長野県はいかがでしたか？長野温泉は、なんか面白い、なんかエピソードありますか？エピソードは、長野県の、はい、あの、渋温泉っていう。渋温泉、はい。なんていうのか、あの、石畳みたいなのがあって、はい、それで外湯が結構あって、浴衣を着て、あの、下駄をカランコロ流しながら、あの、外湯巡りをするっていう、そういう温泉泊まりましたね。はいはいはい。うん。いや、いいパコでしたよっていうこと。あやふま。うん。ちょっと一個面白かったのが、はいはい、その渋温泉の中で、お土産屋さん結構あったんですね。はい。で、あの辺り山に近いから、あの、猿が出てくるんですよ。おお、猿が、はい。うん、そうそうそう。それで、あの、これは猿よけですっていうふうに、お土産屋の店頭のところに、でかいゴリラのぬいぐるみが置いてあって、いや、これ別に猿はよけないよ。よけないよな。しかも別にその、ね、でっかいゴリラじゃなくて、普通の手の、これぐらいの手乗りサイズのゴリラでしょ、多分。いや、あの、めっちゃでかかった。あ、でかかったもんね。うん。どうだろうな、縦横80センチくらいあるかな。もうでかいね。でかいね。意外とでかいんで。それは避けらんないね。避け。あいつ動かないやんってことに、こう、猿側もね、全然。うん。そうだね。なるほど、なるほど。というわけで、もうね、一応最終土曜日ということになっておりますが、これは我々のこのね、なんかこう、気ままな旅をしたいとか、そういう気分によって、まあ多少変わりますけれども、まあ基本的にはまあ次回も予定上では一応7月27日、やる予定でございますので、いつもまたご覧いただければなと思います。はい。はい、というわけで、また今回も3時間とかやってますので、本当にご飯食べないと。寝ないとこれもうね、いけませんので。それでは本当に長い間お付き合いありがとうございました。まあね、今回はこう、もう枠オンステージという形でお送りしました。ひょっとしたらこれね、グランドマスターの録画が残ってないかもしれないんだよ。なんでこう枠オンステージの方を、お届けしました。というわけで、私は、一応一回の滋賀の海原です。そしてお相手は、枠でした。はい。というわけで、皆さん長い間お付き合いありがとうございました。次回またよろしくお願いいたします。ということで、失礼いたします。ありがとうございました。はい。